リンゴルフの視聴者の皆さん、こんにちは。お花です。よろしくお願いします。今回は、はい、なんと東海エリアです東海地方で活躍されてるゴルフ女子のお花ちゃんにご出演いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。三重県です初三重県ですか？はい、僕初三重県です私は住んでるのは名古屋なんですけど、こういう三重とか岐阜、愛知県近辺にもよくゴルフに来てます、うんうん、そう、名古屋からここ1時間ぐらいですよね、うん、そうなんですよ。そう、まあ、ゴルフ場は四日市の里ゴルフクラブに来てまして、うん、高速降りて多分10分ぐらい近い方だと思います。そう、近いんですよ。来やすいので私も何回か来てます。あ、そうなんですね、はい、しかもなんか降りたらゴルフ場が10個ぐらいなんか看板が出てて四日市ってなんか多いんですね。確かにゴルフ場多いです ね、びっくりしたこの企画なんですけど、はい、毎週金土日に、まあ、インスタで活躍されてるゴルフ女子の皆様にご出演いただいて、うん、ゴルフのプレーとかトークを、まあ、視聴者の皆様にお届けするっていう企画になってます、はい、ゲームを用意してます。あ、そうですね。じゃじゃん、25個うんうん、マスがありまして、うん、まあ、リンゴルフミッションゲームと言ってます、はい、こちらを15マス、はい、1マス4ポイントなんですけど60ポイント以上で、はい、ちょ後ろちょっと見てもらっていいですか？あーあそれか、アマゾン。そうそうそう、それです、それです、はい、これがいただけるということで、はい、アマギフを3000分プレゼントするっていうのをやってます、はい、じゃあ頑張ります。まあ、早速ティーショットいきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ急にイエーイ頑張りますなんか可愛いウサちゃんがいっぱいいるっすけどあんまりこだわりないんですけど、以前アンバサダーやらせてもらってて MU さんの、うん、それをそのまま使ってます。キャディバッグはお気に入りです。あ、お花からの、あお花のうん、お花ちゃんだからって言ったらちょっとなんかやばいのかなと思って今探り探りなんですよ自分からぶっ込んできます。そうですね、拾ってよかったですね、はい、わー最初緊張します、はい、大丈夫かな。じゃあよろしくお願いします。お願いします。あ、左行っちゃった。うん、左行っちゃいました。まあまあまあいっか、1打目だからしょうがない。しょうがない、緊張の1打ですからね。緊張します、めっちゃ緊張した普段のゴルフの倍以上緊張した。 YouTube の撮影初めてです。なんかこうゴルフの番組とかはもうないんですよね。そうなんですね。本当にインスタだけで、うんうんうん、お友達と撮り合ったりとか。あ、なるほど。そういうのしかしてなくて、しかも一人って。なんかお友達とかも来るのかなと思って。うんうん、誰もいなくて。そう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 。うん、うまい。いいですかね。うん。ナイスです。よかった。あ、フェアウェイ出ました。よかったです。結構サバサバ淡々とゴルフしてます。あ、そうなんだ。女の子とだけでも、まあ、撮影とかもするんですけど時間があれば。うん、ゴルフ中は結構淡々とゴルフしてます。あんまキャピキャピしてないかもしれない。でも淡々とした方が時間的には余裕が生まれるから、うん、そう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 、早く早くってなっちゃいます。逆に、ね、その余裕で楽しめるからいいっすよね。じゃあ残りまだ150以上あるのでユーティリティで頑張ります。はい、あ、ちょっと待って、うん、いいか、 OKOK、 あれはチョロ？あれチョロですね。チョロ、チョロ結構します。チョロもするしダフリもしちゃうし、 あのさっきのゲームに、はい、あ、チョロもありました。 あるんですよ。あ、いい感じ。いいね、いいね。あー、うん、惜しい。あとちょっとでした。風がやばいんだけど風でちょっと吹かれたかもしれない。三重はでも結構風多い日多い。あ、風が強い日。残り30ヤードぐらいですかね。3度で乗せます、はい、これいいんじゃない。あ、いい、ナイスです。めっちゃいい感じにアプローチできました。嬉しい
いいっすね。アプローチといいですよね。うん、なんか短いところでさ苦戦するとちょっとなんかもったいない感じするよね。そこまで良かったのになみたいな。あります、よくあります。うまっ、ほほほほほ、ナイスワンパット、ちゃんと入りました。おー、ナイスです。よかった。イエイ。だからダボ、はい、ダボです。はい、ちょっと緊張も ありましたからね。はい、ちょっといろんな意味で手が震えてました。本当に何そんなそんなことないでしょ。あんま緊張しなさそうなタイプですよね、多分。サバサバしてるというか、うん、でも内心めっちゃ緊張してます。え、結構ドキドキしてた。結構ドキドキしてました。メンタル弱い系です。よかったです、出だし順調に。いや、いいっすよ、いいっすよ。ありがとうございます。入ったの嬉しかったね、今の。よかった。お花ちゃん、はい、とりあえず一ホール終わりまして、はい、そのミッションゲームチョロがあるんですね。チョロみたいな。ああ、ダフれちゃった。そうそうそう、それ一回チョロしちゃったから。あ、ワンパット、はい、ナイスワンパットでした。やった、それででかいっすよ、これ。でかい、はい、やった。そんな感じで埋めていくんですけど、自己紹介っていう項目があると思うんですよ。はい、あ、はい、あります。ポイント3つ。名前はお花です。インスタでゴルフの投稿を始めて、ちょっとインスタが有名になってきてて、まあ、いろいろと活躍させてもらってます。最近シミュレーションのイベントの主催を4人の女の子でやってて、近々またイベントとかもやると思うので、来れる方はぜひ来てみてください。シミュレーションの名前とか、シミュレーションのお店は今はゴルフ525さんを借りてやってます。趣味はゴルフも好きなんですけど、旅行も好きで、コロナがちょっと明けてからは海外とか行って、そこでもゴルフして遊んだりしてます。好きな食べ物はカニとかエビとかイクラ、あのプリン体系、はい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 、はい、大好きです。あとお肉も大好きです。よくゴルフ終わりには焼肉行ったり、お肉食べに行ったりしてます。シミュレーションは、場所は名古屋ですか。名古屋の金山駅っていうところの近くにあります。手ぶらで行って、そこでレンタルとかもできるので、そのイベント以外でも普段から練習だったりとか、あのお友達誘ってシミュレーションゴルフしたりもしてます。この撮影してるのは10月なんですけど、はい、まあ、多分公開は12月だと思うんですけど、はい、10月もなんかやるみたいな。そうなんですよ、1回目のイベントを初めて8月にして、すごい大盛況というか、皆さん楽しんでいただいたので、次10月のハロウィンにハロウィンイベントをして、次回、クリスマスあたりにクリスマスイベントができたらいいなって思ってます。あ、なるほどですね、はい、あのシーズンごとに、うんうん、じゃあ東海エリアのゴルフ女子4人、はい、はい、4人です。お友達、お花ちゃん入れて4人とゴルフしてワイワイできると、うん、シミュレーションしながら楽しんで、いいっすね、いいっすね、ね、名古屋で。そうなんです、で、あのシミュレーションなんで気候も関係ないし、うんうんうん、お昼に来れない、夜しか来れないっていう方とか、お酒飲みながら楽しみたいとか、うんうんうん、あとゴルフの友達が欲しいとか、うんうんうん、いろんな目的の方が来てくださってて、うんうんうん、みんなそれぞれめちゃくちゃ楽しんでたんで、うんうんうん、この前も唯一会える機会というか、普段そんな誰とでも行くわけじゃないので、こういう機会にもし会いたいなとか見てみたいなとかいう方がいたら来てくれたら嬉しいです。うん、ちょっと概要欄にもそのシミュレーションのインスタもあるのかな、うん、あ、あります。またお伝えします、うん、貼らさせていただいたり、まあ、あと情報はお花ちゃんのインスタで、はい、多分投稿とかあると思うんで、そうですね、見てもらって、ちょこちょこ DM とかも対応してもらえる感じ。はい、 DM を見てます。あ、じゃあなんかそういう問い合わせとかあったら DM してもらえればって感じです、はい、了解です。え、なんかめっちゃってことで打ちにくい。僕ここ知ってるんですよ、お花ちゃんのね投稿で上げてましたよね。はい、私の友達とゴルフ行った時に、 その子が池とか谷に狙ってないんだけど全部入っちゃうみたいな子で、ここのホールを乗せてました。そう、しかもまさかあんなところの池に入れないでしょっていうところに入れてましたね。 その子ここ見て、あ、ここインスタで上げてたよねって。じゃあ行きます。はい、池には入れないように。あ、めっちゃいいじゃないですか。いい、捕まって、これはいいんじゃないですか。いい、完璧完璧ですね。よかった、
さっきちょっと失敗しちゃったからこれでちょっとほっとしました。そうだね、そうだね。ユーティリティでいきます。大きい池とかあってフェアウェイも結構広めで綺麗で、うん、ね、回りやすいですよね、うん、多分、うんうん、そうそうそう、広々してるし綺麗だしで、いいゴルフ場。いいけど、うん、あれあれは珍しい。あれどうしましょう。まあでもね、お花ちゃん、あれはね、うん、レアですよ。カート道コロコロっていう項目がありまして、マジで、多分まだ誰も8人ぐらい出ていただいてるんですけど、まだ誰もそれはクリアしてなかったのをやってしまいました。やってしまったらしいです。これはすごいですよ。確かに狙ってもできない。そう、狙うものじゃないから。これはすごい。持ってる。前向きにいきましょう。やった。しかもめちゃくちゃいい球を打ってたんですけどね。ね、いいショットだったけど、ちょっと右にこう、はい、出ちゃって。ちょっと探します。ちょっとだけアプローチを持って。うん。まあちょっと奥行っちゃって。はい、ボールなくなっちゃったいい感じに跳ねすぎました。でもショットは自分なりにはめっちゃいいショットだったので、ね、思ったよりカーンって跳ねちゃったからね、はい、そうだ、ちょっと、まあ、あの進行の関係プラス1で、はい、じゃあここら辺から、うん、距離はそのぐらいから50ヤードぐらいから、いいところから打ってもらっちゃって。そうですね、うん、乗ったけど、いけ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 、よし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 、オッケー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 、遠いちょっと引っ掛けました。ちょっと遠いけどね、はい、決めたいけど3パットっていう項目もあったんでそうね、これあるね、ここは狙っちゃいかんやつ、ここはあれかな、取るボールかなあー遠いな、遠いです、めっちゃ遠い。うん、いいいいよ、いいよ、おーい、おい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 、めっちゃ嬉しい何ロングパット入りました。やばえ、すごくないですか。やばいやばいやばいまさかのワンパットですえ、すごい、起死回生みたいな、ボギーで上がれましたあのロングパットはすごいですよね。やばいね何、どうしたの。パターうまい。パターはでも割り返し好きです。 あんま苦手っていう意識はないです。それは好きだろうね、うん、いいね、結構2パットとか1パットとか多いかもしれない。じゃああと7ホール全部1パット逆に試練が鬼ですね。ナイスナイスナイスボギーですありがとうございますえ、よかった。どんどん埋まるんじゃないですか。どんどん埋まるかも。なんかあんまり出さないっていうカート道コロコロっていうのを、うん、あれはでも跳ねた感じですけど、うん、ちょっとなんかバインチョしてたけどあのいいっすよ、もう全然コロコロっす、コロコロっす。やった、サービス。 OB も多分作ったはず。 OB あります。はい、あ、ダブルで、あ、じゃあロストか、ロストだ、ロスト、あとボギー。うん、やった、でもいっぱいポイントゲットしました。そう、さっき旅行一番行ってなんか楽しかったとことか、なんだろう、普通の旅行だったら結構ヨーロッパの国がおしゃれで全然普通じゃないんだけどねえ、どこまで行くんですか。宇宙まで行きました。さすがに誰かに連れてってもらえないかもしれない普通の旅行でヨーロッパねゴルフ以外でちょっと、あ、そういうこと、そういうこと、プライベートみたいな、あ、趣味の旅行として。びっくりした。きっかけは私英語とかなんかそういうの好きで、最初留学しに行ったんですよ、自分でお金食べて20歳ぐらいの時に、うん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 、そこからなんか一人旅とかにハマってしまって、ヨーロッパ一回行くと周遊みたいな、うんうんうん、ちょっと安くできるので、それで3カ国とかもあったりとかして、うん、そこからヨーロッパが好きになって、留学マルタ共和国っていうすごい世界遺産に、国自体が世界遺産になってるような国に行ったんですけど、そこがすごい良くて、あとはフランスとかドイツとか、うん、イタリア、いや一回行ってみたいっすよね、ヨーロッパ。なんかどこもなんかご飯とかお酒とか美味しそうじゃないですか、景色もいいし。そう、めちゃくちゃいいです。あと遺産とか建物とか、うん、すごい素敵ですね。あ、それは普通に行ってみたとこね普通にまた旅行で行ったところで、でゴルフにハマってからは、うんうん、その海外でゴルフしたい、見たいってなって、うんうん、まず
タイに行ってみたんですよ。はい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 、はい、タイのゴルフって結構有名で、うん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 、キャディーさんも1人に1人つく、はい、カートも1人に1個つくみたいな、うんうんうん、で、入ってみようってなって1人で行ったんですけど、だからゴルフする相手がいないってなって、うんうんうん、なんでインスタで一緒にゴルフしてくれる人を見つけて DM 送って、タイで、はい、タイ在住の日本人の方、駐在さんみたいな。あ、なるほどね、なるほどね。あ、そうだよね、いるもんね、企業で行ってる人。そうで、見つけて一緒にゴルフ行ってもらって、へタイでゴルフしてきました。面白おすごい楽しかったですね、タイゴルフ。ありがとうございます、はい、お腹いっぱいっす練習してくださいいや、普通の旅行っていうからなんかあれなのかなって、なんかあの新潟とか群馬の温泉ぐらいのとこなのかなと思ったらヨーロッパってお嬢様みたいなね、全然お嬢様じゃないですけど、なんかショートすごい苦手で力みすぎてダメちゃう。大丈夫かな。88って書いてあるんですけど、103ぐらいでしたっけ。そうですね、103ぐらいだと思います。そのぐらいあります。8番じゃなかった、9番ではい、いきます。うん、あー、ちょっと距離はいいけどちょっと左行っちゃった。大きかったですね。あ、いましたね、割と惜しいところに、うん、いいんじゃない。おい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 、ちょっとやばい、チップインするかと思った。おい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 、もう OK みたいなもんですよね。 OK だけど、ちょっと右行きますか。ワンパット連続、3連続ワンパットしといた方がいいんじゃない。そうですね、確定。おい、パーじゃん。パーです。あ、やった、パー取りました。昨日練習したでしょ。昨日練習しました、はい、昨日ちゃんと練習には行きました。ちょっと恥ずかしいところはあんまね、見せないなと思って。真面目、真面目だそう、意外と真面目なんです。こんなちょっとチャラそうな見た目してるけど。いいよ、ナイスです。ありがとうございます。